そんな中で、まあ、ここメタっていうものを、逆に選手の人たちももっとたくさん知ってもらいたいし、あの選手の知識量が上がれば、引き出しがもっと増えれば、もっともっと、競技の向上につながっていくんじゃないかなと思ってますし、もちろんトレーナーの質であったり、地位、そういうものを僕はもっともっと向上していきたいなと思ってますし、やっぱ選手っていうのは、教えてくれる監督がいたり、トレーナーがいたり、ケアしてくれる人がいたり、病院の先生がいたり、いろんなこうグループの中で動いていく中で、やっぱり一つでも欠けてはいけないものだと僕は思ってますし、まあ、その欠けてはいけないもの、その全体が底上げになるように、フォンベターがこれからもっともっと日本で発展していってほしいなと思います。まあ、そんな感じで、フォンベターを作った